はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、藤井聡太です。さあ本日なんですが、バリアンツというデッキをねご紹介していこうかなというふうに思っております。今回診断でね追加された、このもう遊戯王ではないと言われているテーマなんですけれども、このペンディラムテーマでね何するかっていうと、まあ、ざっくり説明すると、ボードゲームなんですよこれ。遊戯王ではなくて、まあ、遊戯王というか、ボードゲーム、ペンデラム効果で、セッティングしたスケールから前に特殊召喚できるっていう効果が基本的に、まあ、大体のモンスターについていて、で、前に特殊召喚した後に、なんかゾーンを移動したりとかして効果発動していくみたいな、本当に別ゲー、マジで遊戯王じゃない。もはや将棋に近いですね。だから まるで将棋だなっていうね、デッキになってるんですけども、今回の、このバリアンツの展開例はちょっとまた別で動画作ろうかなと思ってるので、まあ、今回その、まあ、ざっくりね、まあ、どういう感じで動かしていくのかっていうのをちょっと簡単に説明してデュエルに行こうかなと思うんですが、基本的にその下級モンスターたちが全員ペンデラム、スケールで、張って前に出るっていう効果がありまして、で、特殊召喚してバン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 、まあ、要は前に展開していくみたいな感じのテーマになってますね。で、ペンデラムモンスターたちなので、ペンデラムスケールもがありまして、全部ペンデラムスケールが1になってるんですよ。で、上のスケール、カラテスピリットとか、あとそれから、自分で融合召喚するとレベルスケールが10になったりするんだけど、こういうモンスターを使って、ペンデラム召喚もして、まあ、展開を伸ばしていくみたいなね、感じのテーマになっております。で、エースモンスターが誰になるかっていうと、このバリアンツの主、マモラカっていうモンスター。これ召喚ムービーあるんですけどね。このモンスターが、ペンデラムスケールの効果はまた、メインモンスターゾーンに出せるよっていう効果あったり、メインモンスターゾーンのモンスターをなんか移動したりできるような効果になってるんですけども、このね、モンスターの方の効果、お互いのメインフェーズに相手のメインモンスターゾーンの効果モンスターを相手の、魔法トラップゾーンにその押し込むっていうことができるんですよ。これがね不思議な除去になっていまして、墓地に送るでもない、まあ、除外でもない、手札に戻すとかでもない、もう相手の魔法トラップゾーンに送るっていうなんか謎の除去方法、これが一応エースになっています。で、今回バリアンツの展開をしていくんですが、結構ね召喚権が余るんですね。でしかも機械族2体が結構並びますんで、レベル4のギアギアントクロスとか出せるんで、デビフラーがスタートできるんですよこのテーマ。結構デビフラーだけじゃなくて、レベル4が2体並ぶことが多かったら、レベル6が並ぶことが多いんで、なんかなんかそのサーチするモンスターとか制圧するモンスターとかって並べられるんだけど、デビフラー権がサーチして召喚できるんです普通に。なので、ナチュルエクストリオとか、あと一世の最終戦士とか、こういうモンスターを出すことができますと。で、このテーマ、特殊召喚の効果使っちゃうと、スケールのバリアンツしか出せないよっていう制約かかっちゃうんですけど、エクストラデッキの特殊召喚はなんか何でも出していいですよってなってるんですよ。だからメインモンスターゾーン、メインモンスターというかメインデッキの中の特殊召喚系モンスターは出せないけど、エクストラデッキからはいくらでも出していいっていう感じだから、構築がこんな感じになっています。やっぱね、どうしてもペンデラムテーマなんで、ちょっと事故っちゃうから、変なカード入れると。なので、まあ、ペンデラムモンスターとかいっぱい入れて、あとはサーチカードですね。スモールワールドっていうカードがこうなんで入ってるかっていうと、このね、結局ね、今ね、バリアンツの巫女、シノノメ系なんですよ。シノノメっていうモンスターが、まあ、めちゃくちゃ強くて、バリアンツ持ってこれたり、バリアンツの魔法トラップ持ってこれたりするから、両方ともサーチできるっていう最強モンスターなんだけど、これを止められちゃうと、きついから、ハガラマスターズとかが入ってて、で、こいつを、サーチしてこれるようにスモールワールドが入ってます。で、スモールワールドは、全バリアンツモンスターから、このダイナミストレックスっていうなんか意味わからんモンスターを経由することによって、全モンスターにアクセスができます。ちなみに一応、デビルフランケンとかもアクセスができるんで、まあ、スモールワールドは最強です、このテーマにとっては。はい。早速ね、もはや別ゲーを始めるバリアンツデッキ、分回していきましょう。デュエル、スタンバイ。あ、スモールワールドでこれ通ればね、シノノメっていうやつ持ってくる、あ、通りそう。バリアンツは何でも、ダイナミストレックスとかいうこの意味不明なモンスターを除外すると、まあ意味不明ではないが、除外すると、全部、ミコにつながるんですよね。これめちゃくちゃ強いです、はい。で、バリアンツのミコをペンデラムスケールにセッティング。相手誘発なんもそうですね。で、とりあえずミコ、シノノメを、ペンデラムスケールから出していく。で、シノノメ効果。始まりのうちフィールドを持ってきて、遊び場を用意していく。で、ペンデラムスケールに、北王子、サツキをセッティングして、で、遊び場を用意していくので、これでフィールドを張っていく。はい。で、ケイニキビッセ持ってきて、
ってバチコルト破壊していくぜ。で、北落ちた敵を破壊すると、チンポジチェンジを持ってこれて、でチンポジチェンジ発動する。チンポジチェンジを発動することによってポジションをチェンジし、ミコちゃんが移動するとなんかバリアンス持ってこれる。このサーチで、好きなやつ持ってきて、はい、あバイカンと持ってたわ、間違えた。まあいいや、対戦影響はない。バイカンと もう見た目似すぎてわかんねえんだよね。バリアンス全員なんかあの機械族の特にあの剣に比ビッセン陣営の方のなんか見た目が同じすぎてマジでわからない。で、剣に比ビッセン発動、剣に比ビッセン効果で死んだ万象を送りつけて、死んだ万象効果、あこれ死んだ万象先に発動した方がいいです。これ無限包容ケアできるから、あのあれ送りつけると、だから多分ね、あの持ってる時はあの発動してから動いた方がいいね。でエクストラモンスターゾーンの下の上級モンスターは融合モンスターに変換できて、でこいつがスケール10なんですよね。だからこれをね、なんかその展開の途中で出せるとなんか結構あの優秀なスケールになってペンデラム召喚が結構簡単になるっていう、まあ、そういうねこうバリアンツあるあるね。でヘビーメタルフォースエレクトラムリンク召喚成功時効果発動、デッキから、バリアンツのこの南野結衣さんですね、南野結衣さん出していく。で南野結衣さんを回収していって、で南野結衣さんをペンデラムスケールにセッティング、で南野結衣さんをペンデラムスケールから前に出すと、動き異次元すぎるこれ。マジで遊戯王感マジでゼロだよなこれ。これは一体何をやってるんだみたいな、あの人一体何やってんだ一人みたいなね。でグランデュークをペンデラムスケールにセッティングして、でこれでスケール10が用意できたので、あのビヨンドザペンデラムで、まああのスケール持ってきて、まあ今ありますけど、ね、スケール持ってきてからなんかあの動いていくみたいな感じですね。でビヨンドザペンデラムの効果を発動し、スケールをなんか適当に持ってきて、まあ、これはマジで使わねえからまあ何でもいいんだけども、これ持ってきたら使わないですよね今この展開上は、まあ、とりあえずマーキスが一番アドバンテージ稼げそうだから、まあ、マーキス持ってきておくか。でバリアンツ、バイカンとペンデラムスケールセッティング、でこれが効果が5なっているか、ペンデラム召喚をすれば効果が1個になる。で南野ゆいさんと北王子さつきを両方とも特殊召喚して、手札からは出さなくていいね。これ手札から出しちゃうと場が埋まって移動できなくなってマジでやばいこと言うから、はい、ペンデラムスケール、1から10で2から9のモンスターが同時に召喚可能、ペンデラム召喚。これね、場所間違えるとね詰むんでね、あの出す場所もめちゃくちゃ重要なんですよね。マジで重要で出す場所で、バリアンツ、グランデュークの効果によってメインモンスターゾーンのモンスターを移動する効果を使って、南野結衣さん移動する。で南野結衣さん移動すると、ペンデラムスケールのモンスター出せる。で、バイカンと前に出す。 OKOKOK 合ってた。 OK、 これ今のなずきとその北条どっちかの出す場所間違えるとやりたいことができないので、ギアギアントクロスとマジでね、このね北王子先の隣は開けといた方がいいんですよ基本的には。でギアギアントクロス効果使ってデビルフランケン持ってきて、行け。でデビルフランケンを召喚してデビルフランケンの効果発動、ビフラ効果でナチュラ、これここになっちゃうのか、先融合してからよかったな。まあいいや、先融合してからの方がよかったかもしれないよ。でこことこことここ、ナチュラエクストリア邪魔だな、まあいいか。でアポロウーサ出していく、まあ、過去3歳ですもんね、はい、なので、まあ、効果向こうは一応3回までは使えますけどみたいな感じでね。でポジチェン発動して、でポジチェンはこれ太古のカードなんでね、対してないんで、これで北王子さつきを移動すると、なんか移動したら謎に融合するっていう効果がありまして、でこれで融合マジで謎で、ペンデラムスケールのバリアンツモンスターも融合スターにできるよっていう効果がありまして、これあれだな、グランデューク残しとくか、グランデューク残しとくかってすんじゃねえ、これわかんねえ、これってこれで
あんま、あ、でもボチっちゃうのか、グランデューク。あんまり必要なかったな、今の。バリアンツの守間もなかを特殊が真ん中にね、真ん中順平を真ん中に特殊がね、でエンドフェーズ。で今これ何が起きてるかっていうと、まあ、妨害的なあの説明をすると、ナチュルエクストリオで魔法トラップカードの、まあ、発動をなんか永遠に無効にしていくでしょ。で、アポロンサでモンスター効果無効にして、でバリアンツの守間もなかでなんか相手がメインモンスターゾーンにモンスター出してくると、それをなんか後ろに押し込むっていうことが起きまして、一応ね、1、2、3、4、4妨害プラス無限妨害みたいな感じだと、魔法トラップカードはもう一切、相手発動できなくて、あ、エンディミオンね、オッケー、あ、そういうの無理。もうエンディミオンはもうナチュラルエクストリオがマジで強いからもう相手のペンデラムスケールを一生なんか無効にし続けると相手は爆散していきます。勝手に死亡していきますからね。一滴だけきついですけどね、はい。で、マスターケルベロスが破壊される、でペンデラスケールから破壊されると墓地行っちゃうんでね、またあのエクストラゾーンに、あのエクストラデッキに追加されなくてアドバンテージも稼げないと残念ですよね。でナリキンゴブリンは、いやナリキンゴブリンは別に止める必要ないか。ライフポイントくれるならいいわ、ライフポイントくれるならいい。でもこの後に一滴引かれるとかあるのか一応ここにしたらよかったから。ワンチャンなんかアポロウーサー上から殴られるとかない？大丈夫？それは全然無理だよね。でバテル君の効果はもちろんアポロウーサーの向こうにしていく、まあ、モンスター効果向こう、魔法トラップカード向こうの一応盤面ですけどね。まあアポロウーサーがちょっと若干打点が貧弱っていうのがありますけども、いや結構もうきついでしょルトラの技あいつ結構抗ってくんな、結構抗ってくんな相手やるな。ナチュルエクストリオいたらもう絶対何もできんだろ、あのテーマよく頑張ってんな。ちなみにあのまもなかくんのね、あのこの効果で一応バテルみたいなモンスターをこう後ろに押し込むみたいなことができますから、フリーチェーンでメインモンスターゾーンにできたモンスターは処理が可能で、マギステルオブエンディミオンももちろんナチュルエクストリアの効果使って、これコストなってないですよねナチュルエクストリアのさ、このテキスト考えたやつ爆裂すぎなんだよな。破壊だ、もう全部向こう全部向こう、同一チェーンも使えるからこれ。アポロウーサじゃないから、ナチュルエクストリオは同一チェーン上でも魔法トラップカード全部向こうできるんで、もう何回撃たれても、あーもう一滴は無理、一滴はモンスター効果チェーンできないから無理、一滴のコストでモンスター捨てられると。でエクストリオ効果で、魔法カードを向こうにされて相手は何もできなくて死んでいく、はい。でサレンダーね、でここでサレンダーよ、でこれでサレンダー、サレンダーだろなんでサレンダーしてるんだよ、すげえなお前、抗うな、抗うね、この盤面に。おいすげえな、お前根性あんな、俺だったら秒速でサレンダーするわこれで間もなくで相手のモンスターを後ろに押し込んでどう？あ、何もできてねえぞ、どうした？そんなもんか？このハブじゃねえや、藤井竜太のこれが藤井竜太流バリアンツデッキよ。藤井聡太さんってもうなんか何巻くらい取ってんの？もうなんかあの人なんか無双しすぎてやばいんでしょ？将棋業界。あんまり俺将棋業界詳しくないけどさ、なんかもう藤井聡太無双状態すぎてチート級なんですよなんかみんながさ、なんだろう、04環境ぐらいのデッキ使ってるのに人だけ9機のデッキ使ってるみたいな感じなんでしょ。もう性能的には違う。なんか俺あんま正気詳しくないけど、なんかやばいことが起きているという話を聞いたわ。全盛期の羽生さんもね、なんか7冠みたいなの取ってたけど、藤井先生も、まあ、おそらく、まあ、何冠取るか、何冠取ってるか今知らんけど、なんかものすごい量のタイトルを取ってるということは聞いたぞ。もう藤井聡太強すぎてみんながプロ棋士泣いてんじゃねえか、全員。リヴァイアさん来た、やばい。リヴァイアさんはやばい。いや、でも意外と水属性は多いぞ、俺。フィサリアやばい。フィサリアやばいよ。フィサリアやばい。まあ、ちょっと1枚しか取ろうできないけど、一応投げとこう。あの敵投げるタイミングねえから。もう、ここしか。オッケー。でアトランティス、ちなみに今なんでそこで投げたかっていうと、アトランティス発動されると無効にされる、どうせなんで、アトランティス発動される前に一応投げたんですけど、
リバヤさんの効果でシーステルスを持ってくる感じですか、これは。あ、まあ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 、いつも通りのゴミ展開ですね、これ。いや水属性だからなって感じじゃん、これ。結構、その、シンラ万象側の陣営のモンスターって水属性が多くて、意外とね、この、ああ、強いね、それ。それ強いね。シーステルスアタックか。いや、これ水属性は多いから、多分あそこほっといてよくて。リバヤさんはほっといてよくて、多分ね、これ、ね、無限包容で、ね、フィサリア無効でいいんじゃないかな。フィサリア無効でいいと思うな。フィサリア無効でよくて、これで、フィサリア君はモンスターか魔法カードの方が無効にするっていうのがぶっ壊れと思ってて、それ使われると、マジでバリアンツの展開死ぬから、で、バリアンツ取るやつ2個シノノメをペンデュラムスケールにセッティング。で、ペンデュラムスケールから前に出る効果を発動して、これ水属性なんで別に大丈夫ですね。制約には引っかからない。これが強いですよね。あ、でも別にあれか、フィールド魔法貼っちゃえばよかったのかな。フィールド魔法貼っちゃえば別に、フィサリアの方が混んできたわ、実質。いいや、どっちにしてもこれあれだな、フィールド魔法貼っちゃえばリバイアさんの制約なくなるわ。いやでもね、水属性だけで展開できるかちょっとやってみたいんだよ俺で。バリアンツの巫女シノノメの効果を発動して、シノノメはバリアンツ魔法カードを持ってこう、あ、うららめんどくせえな。なるほどなるほどな。まあ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 、そのぐらい止められてもなんとかなるっていうところ見しましょうよ。ええ、一旦ちょっとね、フィールド魔法の海なくしてから展開はちゃんとできるようにしていこう。で、これでも水属性縛りとかそういうのなくなるから。バロンペンデラムスケールセッティングしていいね。バロン君も結構移動する効果持ってるから意外とこれ結構強くて、これは押し込む効果だから、これさっきこう出すでしょ、押し込むのはもうリバヤさん押し込んじゃう。で、バロン効果発動して東条あや移動させて、で、東条あや効果、ちなみに皆さん、東条あやとか北王子殺しとか何のことか分かります？分かんなかったらごめんね。あのね、あれなんだよね、いちご 100% っていう紙漫画があってさ、そこのさ、キャラクターの名前なんだけど、伝わってなったらごめん。で、相手のモンスターを魔法タブトに押し込んで、よし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 。どうだ、強いだろ、この除去効果結構強くねえか。で、ペンデラムスケールにバイカンとセッティングで、バイカンと効果発動して前出る。はい、で、これはエレクトラムですね。エレクトラム、こことここ、あれなんだろう、氷結界とかですかね、あのステカード、超結界とかかもしんないね。ヘビーメタルモスエレクトロン効果、デッキからエクストラデッキに南の優は追加していく。で、デュークセッティング、エレクトラムのワンドロー入れるか。ですね、これで使ってないのこれでしょ。で、エレクトラム効果で、ワンドロかぶったか。まあ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 いいだろう。で、バイカントでとりあえず、デュークを置いて、で、死んだ番所で前出す。はい。で、デュークでセットカードを封じていく。これも使えないよ。このターン。そのターン使えないから。で、融合か。で、グランデューク。ほら、よっしゃ、で、グランデュー効果発動、相手の魔法トラップゾーンのカードを手札に戻しながら2000番 OK で打点が上がる。これはビヨンドですね。ビヨンドザ・ペンデュラム、リンク召喚成功時デッキからペンデュラムモンスターを1枚手札に加えることができる。これマジ強いよね。なんでもいいんですよこれ、やばいですよね。で、とりあえずなんか空手スピリット黒帯が意味不明なモンスター持ってきて、で、ペンデラムスケールセッティング、これはね、スケールが9で、しかもなんか手札に持ってきてくれるんで入れてます。はい、最後事故った時のために。で、ペンデラム召喚、現れろ俺のモンスターたちを、手札からいっぱい出して、うおー
これ今シーステ破壊されねえから、シーステ破壊されねえから、別にビヨンド効果どうしなくていいね。もうセットカードどうせ遊んでいけないし。で、これでバトルフェーズですね。これ全然殴っていけんじゃないですか、さすがに。行こう。おりゃー、物量大作戦。うおー、よし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 。強い。めちゃめちゃ強い。対戦、ありがとうございました。ま、海ロックなんていうものはね、余裕で抜けていきますよ。この敵であればね。うん。まるで将棋だな。ああ、反応強いけど先行が欲しかったな。結構手数でなんとかなるんですけどね、増殖するうちバチ重いっす。このデッキ。あの、特殊召喚、していかないと始まらないんですけど、なんか死ぬほどドローさせるんで、増字マジ重いのと、まあ、うららとか、なんだ、エフェクトベイラーとか無限保養みたいなカードは、エレクトラムに打たれなければなんとかなるかなっていう気がしますけど、やっぱエレクトラムに打たれると結構きついですけどね、割と。展開がなんかその、うまいこといかなかったりするんで。まあ、でもその前に大体ね、シノノメとかに打たれるのが一番きついか。シノノメ向こうが結構きついです。普通にこのテーマ。はい。なんか手札によります。なんかでもなんとなくね、エレクトラムでお茶濁して、エレクトラムビヨンドザペンテラムでお茶濁して展開とかできるから、なんかその最悪理想展開ができなくても、なんか4歳アポルウサとかぐらいはできる。結構。いうことが多い。でマジでこれ、ゼンマイこれ。やば、なんかゲロヤバソリティアデッキなんじゃないのこれ。その動きされたらもうなんかレベル4、4体、5体余裕で並ぶよね。やばいかもしんない。これ自分でもなんか最近結構使ってるんですけど、ゼンマイソルティアムーブのこれバリ強いんですよね。やばいでしょこれ。おかしいもんこれ。いや手札2枚からやっていい展開力じゃねえんだよなこれ。ガチめにわけわからん展開してんだこいつ。何がしてんだ。ドロコンセレーネ、何この条件。アルビオン、なるほど。急に楽園来た。急に楽園。で、アルビオン効果。で、デスピアン、セレーネ、マスカレイド。あー、なるほどね。はいはいはい、いいよ。マスカレイド。で、これ、使用料徴収おじさんね。これ、著作権、著作権使用料徴収おじさん。はい。で、融合効果。なるほど。で、アルベル、あ、マスカレード、いや、きつっ、きつっ、赤、これもしかしてこれ使用料徴収デッキ。スーパー使用料、さっきさ、リュウエンで1200払わされたんだけどさ、もうすでに。相手のデッキの見物料ってことで。やばやば、魔力の枷あんの、やばすぎる。待ってくれ待ってくれ、それは待ってくれ。やばくねえか。今一体いくつライフ払うの俺。500ライフと6318の2300か。2300払うの俺。これスケールセッティングするだけで2300払うの。マジで1200ってこと。いった痛すぎる。無理じゃないこれ。どうすればいいのこれ。いったいったいった。はい、終わりました。何も使えません。きっしょこのデッキ。ふざけんなよ。確定で2300円払わせてくるとこれ迷惑じゃない。